マサチャンネル始まりました、ね、ロケだというのにあいにきのね天気ですけど、今日はね神岡にね美味しいステーキが売ってるお店があるわけですよ。美味しいお肉を買ってちょっと家に行ってね、そのステーキを焼いて食べようかなと思ってるんだけど。いいです ね、はい、一人じゃ味気ないでしょ。なのでかわいいかわいいこの方をお呼びしますよ。マサイ、どうもありがとうございます。キーちゃんでございます。キーちゃん ありがとうございます。マサさん、キーちゃんね、いやいやいや、もう40超えて未だに頑張ってるから。ありがとうございます。はいはいはい、もうまだバリバリやっております。これからが楽しみな選手であります。これからが、はい、これからが楽しみな選手です、ね、ということで今日はあのキーちゃんに、はい、今まで生きてた中で、はい、一番うまい肉をたらふくごちそうしようという企画です。本当ですか。もうね40超えて頑張ってる、はい、キーちゃん本当は身も心もボロボロのはずと思っていやもう元気の感じでやらせてもらってるんですから、ね、言わないでくださいよお前、この住宅街に、はい、なんとあるわけですよ。ここね、名前東京カウボーイ。東京カウボーイ、ちょっと、まあ、入ってみよう。とりあえずはいはい、ぜひぜひ、はい、じゃ行ってみましょう。お願いします。見てよこのおしゃれな、すごいですね。もうカフェかと思いますよね。カフェかと思うけど、ほらこっちじゃん。うわー、ザ・ミート、すごいわ、ね、しかもなんかめちゃくちゃ良さげな肉じゃないですか。サシの入り方とか、昔さ、キャンプ行った時にここでね、はい、ステーキを買ってバーベキューしたんだけど、はい、めちゃくちゃうまかったわけですよ。はあ、これバーベキューにするんですか。これバーベキューしました。はい、どうもこんにちは。こんにちは。あ、お名前は。二宮です。二宮さん、はい、ね、ちょっとここ、はい、世田谷区ではここに来たらめちゃくちゃ美味しいお肉が買えるということで、はい、有名なね、キーちゃん何肉が好きなの。僕なんかまあいろいろこうなんか座布団とかなんかいろいろこう名前書いてあるんですけど、焼肉屋でよく見る横文字のカタカナ、うんうん、いっぱいこう見て、まあ、シャトーブリアン出た、お目が高い。ありがとうございます。お目が高い、シャトーブリアン、ね、これはもう 100g 4320円だから、ね、ちょっとレベル違いますね、他のと倍ぐらい違いますね。シンシンも美味しそうじゃない。シンシンなんか聞いたことないんですけど、ね、これ下ネタじゃないですか。大丈夫ですかこれ使います。それチッチでしょ。かなり油塗ってるね。三角バラ、三角バラ、これライジンの代表の人ですか。これ佐賀木バラ。早いバラさん、早い。佐賀木バラだけ。佐賀木バラさん、これ佐賀木バラさんの肉じゃないですねこれは。ちょっと惜しいね。惜しいですかこれは。シャトーブリアンとサーロインとく。でも俺シンシンもちょっと食べたいな。これあんま言わない方がいいんじゃないですか。シンシンあんま言わない方がいい。おシンシンですよね。おバラさん、バラさん、おシンシン、バラさん、バラさん気になるな。バラさんいいの。バラさんちょっと気になるな。怒られるよ。いやちょっとまずシャトーブリアンステーキ買ったの食ったことないかもしれないです。こんな感じはね、行っちゃいましょうよ、はいはい、うわすげえ柔らかいもんね包丁の入り方が。確かに、うわ、なんか大体こういう感じの肉ってもう冷凍な感じのイメージでした。これ冷凍じゃないんですね。冷蔵、これ油は取ってね。なるほど、はい、うわすごいな、なんか漫画に出てくるようなね感じですね。何グラムぐらいあるんだろう。ちょっとグラム当てしようよ。ちょっと、はい、ちょっとちょっと待ってください。次がこれがシンシン。おシンシンですね。おシンシン。300、200、305。僕は280。だいたい200。ちょっと待ってください。280。でかくねえだろ。もう大体こんくらいかなと思って、はい、うわ、すげえ。ほら俺
すっげえ。だいたい。だいたいね。じゃあ。やばいやつじゃないですか。220ぐらい。180。ほら。すごっ。ほら。すごっ。220って言ってるね。すごっ。1グラムしか。1グラムの誤差だから。すごい。これがね、世界を取る男と取れない男です。ありがとうございます。着替えさせてもらいました。てか、マサさん似合いますね。ムエタイじゃないの。え、これそんなに何回もやっていいんですか。やったっけ。あ、来たね。もうやりましょう。清掃に。はいはい、清掃に。清掃になりましたね。はい、やっとあの家なんでも、はい、はいはい、もうこれもできるんで、はい、じゃあさっき買ってきたやつのね、やってみましょう。裸エプロン、こうなんかちょっとムラムラしないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ後ろ向いてみてよ。はい、あ、そういう感じね。わ、はい、かりました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、あのキーちゃんの読んでみてください。はい、焼き方を。まずは焼く前に、はい、そこ大事。塩コショウ。あ、塩コショウはしない。しないって書いてある。書いてあるんですか。あ、しないの。塩コショウはしないです、うん、フライパンに牛脂を入れ、弱火で加熱し肉を入れる。なるほど。焼き目がつかないよ。ちょ全部言っちゃう。ちょその全部言っても覚えらんないでしょ。はい、だからこう、じゃあとりあえず、じゃあまず、じゃあこれ牛脂ね。はい、牛脂。あ、これ牛脂か。これ牛脂、はい、牛脂をまずフライパンに引いていくと、はい、フライパンに牛脂を入れて弱火で加熱し肉。弱火で、はい、弱火。はい、あ、じゃあこう、あ、じゃあじわじわ してくるのを待つということだね。これこいつら間違ってんぞって視聴者の方は思う。これはもう東京カーボーイのこのステーキを一番うまく食べる。まあまあそうだからね。ハウトゥーだから。なるほど。お前らが逆に知らねえんだろう。そう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 。ハウトゥーですよね。間違いない。ハウトゥーもうね。キックボクシングのハウトゥーは何？心です。急にやめてもらっていいですか。シャトーブリアンから行こうか。シャトーブリアンから行っちゃうんすか。じゃあマサスさんの試合、第一試合みたいな感じでしょ。じゃあそうね、そうね。じゃあダメですよ、それ。もったいない、もったいない。第一試合誰第一試合は、でもまあまあ、あのいいんじゃないですか。人に例えると、選手に例えると誰。これ第一試合はもう、軌道が行きますよ。キーちゃん軌道で、軌道で、あ、いいの、水がいいの。ギットギトの俺が行きますもんね。キーちゃんからね、第一試合、行きましょう。第一試合僕ですよ。安全に行ったな。いや、もう、最初盛り上げますから。じゃあこれキーちゃんね。はい、僕です。じゃあもういいかな。え、これ弱火でいいの。弱火でいい。もう肉入れましょうって言ってます。さあ入れましょう。あ、いいね、いいね。あ、いい音だね。これはいいね。これでもすごくないですか、この肉。いや、すごいよ。焼き目が色がつかないように肉を転がしながら。転がす。焼き色つけちゃいけない。はい、色、はい、焼き色がつかないように。ちょっと焼き色つきましたね、これ。まあ、転がしながらですね。まあまあ、いいんじゃないですか。転がしながら、こういうことだ、ね、はい、そうです。なるほど。回転、これ技に例えて何を、ローリングすること。これドリブルです。ドリブル。キックボクシングにね。格闘技に例えてくれよ、これ。ローリングするの、はい、これがだからステップワークです。もうこういうやつです、こういうやつ。こういうことです。はい、はい、そうなの。なんかバックハンドブローとかそういう感じじゃないの。はい、それです。もう悪むずいわ。で、なんか白くなったら一旦フライパンからお肉を取り出し、アルミホイルでお肉を包んで5分間寝かせるってあるんですよ。ね、こんなことするんですか。もういいんじゃない。これいいんじゃない。一回じゃあ寝かせますか。いいよ、これで。はい、OK です。いよいよ K1、 はい、ワールドマックス世界トーナメント開幕されますよ。はいはいはい、はい、キーちゃんの予想誰ですか、優勝予想。あれむずいっすけど、僕でもあの、はい、でかいブラジル人、デングシューバ、191cmかな、はい、でっかいんすよ。俺も控え室前一緒だったんですよ、うんうん、マジで僕ほんとこうやって見上げました。やっぱね、あれさ、一般の人はさ、細いからそんな強くなさそうに見えるけど、やっぱ190って言ったらかなり強い、ね、いやいや、そうなんですよ。ストーヤンに勝ったムジンスキー、はい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 、はい、あれフィジカル相当強いね。体めちゃくちゃ強いね。俺の優勝候補、ムジンスキー。そうなん、そんなっすか。ムジンスキー、うん、あれムジンスキー俺は強いと思う。
ヌジンスキー本命の、はい、あとはデングシューバーがちょっとどんくらい来るかなって。本当ですか。僕はそのデングシューバー、 あとバカオ来るじゃん。バカオは僕は決勝まではいかないと思います。俺もバカオ3、まあ 42? 僕同い年です。41で今2になったから3試合ちょっと戦うのしんどいよね。はい、僕は多分まあきついと思いますね。はい、うわー、これはすごいわ。焼き目が絶妙だね。これ絶妙です。全世界共通でうまそうと思いますよね、これは。これはね、ちょっと大きめに切っていきますよ。やらか、超やらか。おお、いい感じなんじゃないこれ。すごいわ、超やらかい。これきーちゃん切ってみ、これ。本当ですか。そんな、マサさんやっぱそれ力があるからじゃないですか。それ言っても。いやー、あー、これマシュマロ切ってるみたいね。柔らかいよね、すごい。ああこれ、ああすごい、かなり分厚く、もう多分、ね、切られたことを気づいてないですよ。気合い、そうだね。そうだね。まだくっついてると思ってる、ね、まだくっついてると思ってこいつは。全然知らないですよ。さあ、できましたよ。うわー、これはすげえわ、本当に。このムジンスキーとデングシューバーね。デングシューバー、はい。どういうことだよ。食いたくねー。どういうことか分かんないけど。食いたくねー。焼けました。さあ、うまそうなのできましたよ。これは、こんなうまくなく作る方がむずいぐらいじゃないですか。ね、もうこれは、もうよだれもんですよ。これほら、もう、今、練習終わりでタンパク質欲してるから。はい、ほんとそれです。見ちゃって。ジュワーがすごいっす。ジュワーが肉汁、ジュワー、肉汁のジュワーがすごいっす。うん、うまい。彦摩呂さん風に言って、肉汁のプールやーやめてください、ほんとに。なるほど。じゃあ俺はこれいっちゃおうかな。シャトーブリアン、シャトーブリ、これやらか、やらかいっす。超やらかいね、これ。いただきます。ついね。マシュマロ。歯ごたえマシュマロですよね、これ。マジで柔らかい。超うまい。何これ。ちょっと食べてみて、これ。あ、こっちですか。うん、こっち。やばい、めっちゃうまいわ。本当にマシュマロですね。ああ、マシュマロ、マシュマロ。焼いたマシュマロぐらい柔らかいです。柔らかいね。すごい柔らかい。しかもこの油のなさだけど、何この程よい感じ。うまい。うん、確かに本当にそうですね。違うね。うん、肉って感じだよね。うん、赤身肉なのにジュワって肉汁がやっぱすごいギュワー出ます。で、僕これが好きかな、一番。本当でもやっぱり、これはやっぱシャトーブリアンだな。ダントツシャトーブリアンうまかった。うまいな、これは。俺はこっちが好き。これいくらでもこれだったら食えるね、これ。その最近のトレーニングとか、そのトレーニング後のリカバリーとかって、なんか気をつけてることとか。あ、トレーニングで言うと、うん、僕もうスパーリングをもう8年ぐらいやってないです。スパーリングをやらないって信じらんなくて、誰だっけ、同じこと言ってて、スパーリングやんないって、あ、ノイリ。あ、マジですか。ノイリもスパーリングやんないって言ってた。はい、もう全くやんないですね。ボクシングスパーも僕全くやらないですし。マスだけ。もうほん、はい、マスだけです。スタイルにもよると思うんですよ。やっぱマサさんのスタイルってやっぱボクシングスパー絶対必要じゃないですか、うん、で僕のスタイルってボクシングスパー全くいらなくて、うん、なんかまあまあ基本近い距離で蹴りの距離で戦うからね。そうなんですよね。だからこう、ね、なんかボクサーとスパーリングしてたことももちろんあるんですけど、うん、こうやってやって、こうやってて、ボクサーがこうやってやるじゃないですか、うん、いやいやいや、膝打つまあ膝打つ、ミドル打つって思うんですよ、うん、で、あとこうなるっていうか、来る前に僕もう前蹴りで止めちゃうんで、う
はい、だからあれなの、キーちゃんはただ中間距離で戦いたい。だから俺はキーちゃん攻略するときは絶対インサイド、どうやってインサイドに入るか、そのせめぎ合いだよね。そう、はい、そうです。その近い距離で戦ったらやっぱもうパンチの打ち合いしなきゃいけないし、はい、だから入られないようにいかにキーちゃんは戦う。ただマサオさん手が伸びるんで、あのダルシムみたいにビヨーンって伸びるんでブラブラバーンって、マジダルシムだと思いますからね。食らってないからもうアホなこと言ってるわと思うけど、マジで伸び、 あれは多分横から見たら多分伸びてますもんね。いや だからこの間ほら千尋くんとこ行ったじゃん、あのパッキャオのパンチここから入ってくるぜって、まあ多分そういう意味、そういう感じなのよ。意外と俺より佐藤くんとかキーちゃんの方が背高いけど、距離は俺の方が長いのよ。長いんすよ、伸びるから。あれはびっくりした。2007年でした。2007年だったっけ。2007年です。もう忘れもしない。もう衝撃でした僕。もう帰りの電車で、はあ、手伸びる人いるんだって。休息はどうしてんのよ。休息ですか。まあ、うん、普通に家で寝てますけど、マッサージ行ったりとか、風呂行ったりとか。あ、まあそうですね。リカバリー。リカバリー、まあ、自分整体のお店やらせてもらってるんで。ああそういうのもね。まあ、自分のお店でこう、うん、マッサージ受けたりとかしますし、俺もやっぱ毎日現役中、はい、マッサージの人来てもらったりとか、はい、家にですか、うん、で家に酸素カプセル置いたりとかしてたわけよ。はい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 。だけどそれより何よりやっぱ一番疲れ取れるのはね、やっぱあの睡眠のゴールデンタイムあるじゃない、はい、まあ、10時から2時って言われてるじゃない、はい、その時間にしっかり寝るのがね、やっぱ一番どんなマッサージとかするよりやっぱいい睡眠が一番疲れ取れた感じするわけ。はいはいはい、うん、しかもその寝る時間ね。マサさんがでもゴールデンタイムって言って10時2時ってずっとおっしゃってて、それがもう本当に格闘界とかもういっぱいやっぱ広がったんです、あの時、うんうん、マサさん公言してたじゃないですか、うん、ベッドが大事なわけ、やっぱいい睡眠を取るのが大事なわけよ。そこで僕は今日はね、キーちゃんにちょっとプレゼントを用意したんですよ。はいはいはい、はい、なんすか。ちょっとアップステアーズ、レッツゴー、アップステアーズ、レッツゴートゥーザアップステアーズ、オッケー、行きましょう、シュアー。ここにはい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 、じゃーん、これ、ネル、ネル、ネル、NELL と書いてネル、ネル、そうっていうブランドのベッドってことですか。ベッドじゃない、マットレス。あ、マットレス、はい、これうちの子供たちも使ってるんだけど、はい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 、結構いいわけですよ。なるほど。これ、はい、圧縮されてくるくるっと丸まって、このこれに入ってくるわけよ。で、その圧縮の袋を開けるとってなるんだよね。そうなんすか。はい、なんだこれ。はぁー、あー、俺浮いてません今。浮いてないですか。浮いてはいない。浮いてはないですか。浮いてはいない。うわふわふわ、あーこれ結構ふかふかでしょ。すごいっす、ふかふかとか。適度な沈み込み、はいはいはい、あんまり柔らかすぎて沈み込みすぎてもあんまりちょっと良くないんだけど、俺もこの間寝たんだけど結構いいよね。わ、ちょっと俺も寝かして。あこのツーショットはすごいですね。あ、いいよ、いいよね。でもね、あ、いい、いい、そっち向いてるし。いいね、いいね。あれですよね、マサオさん、こちら今、お子さんこれ使ってるんですよ。使ってる。あの、うちの子ね、次女、あのベッドあるんだけど、自分のベッド寝づらいって言って、俺のベッドで寝るわけよ、いつも。でも、このマットレスに変えてから、自分のベッドで寝るようになって。すげえ。寝るマットレスなんですが、腰部分にやや硬めのコイルを配置しているので、なるほど、睡眠中の自然な寝返りをサポートしてくれて、寝返りがとてもしやすくなっている形になります。また高級ホテルにも導入されている代表的なマットレスの倍以上のポケットコイルを使っているので、体圧分散を実現しているというような形になります。結構ね、結構反発入ってるよ、結構、はい、あの120日間のフリートライアルもございます。はい、万が一体に合わなければ全額返金、返品だから。マサさんどんくらい寝てるんですか。俺はめっちゃ寝るよ。だったら今もう8時9時に寝て6時くらいまで寝るから。8時9時、うん、
6時でもう子供が起きてるから、うん、ああそうかそうか、もう子供を7時には7時には起きてるから、ああ、えっ、じゃあ大丈夫ですか、そうそう、保育園とか送ったりするんですか、ち小学校、小、あ、小学校送ったりするんですか、送ってる、あいや多分うちの子高校まで送るって言ってるから高校まで、そんなに高校まで送りだよって宣言して、すーげえ強めのセキュリティですね18歳まで。どうですか、マサトさんが普段使われてるのってどれぐらいのサイズですか。でかい、大きめ、大きめ、一番大きいやつ、一番大きい、はい、キング、キング多分それと比べてもあんまりこう遜色ない、そうだね、結構遜色ないね、というか、いいんじゃない、こちら、あ、本当ですか、あるかな、キングサイズ、キングサイズないです、あるって、じゃあお待ちしています。こう分かれず分かれてるんですか。一枚のものです。一枚、はい、お待ちしています。お待ちしております。知ってる？マットレスの寿命って4、5年しかないんだよ。え、そうなんですか。素材によってはそれぐらいになっちゃう。あれ本当はね、ちょっと寝づらいな、腰が痛いなと思った時はね、コイルがちょっとね、ちょっとへたっちゃってんのよ。なるほど。意外と本当、俺何年か前に買いに行った時に言われたの。だいたい 4,5 年ぐらいでこう買い替えてしまうっていうのがあるんですけど、寝るマットレスは10年保証がついてる。あー、10年保証、10年保証ついてる。ということは10年間はこのスプリングがへたれませんよという自信があるということですよね。あります。で3センチ以上へたってしまった場合無料で交換を、うん、それ10年間ですか。10年間しております。え、9年半364日やりますよね。364日でもやる。やります。すごい、すげえ、10年使えるんですね。10年補助ってすごいね。こちらの寝るマットレスなんですけども、うん、6月30日まで寝るマットレス全サイズ 15% オフとなる先取りサマーセールを開催中となっております。セール終了後も今回マサトチャンネル専用のクーポンコード、うん、マーサーとを入力すると、うん、あの全サイズ 10% オフで購入可能なので、うん、はい、このマサト割も実施されるので、ぜひこの機会に木戸さんもご購入お願いします。いやーすごいですよ本当に、はい、あ、帰って買うよクーポンコード入れるんですねはい、ということでですね、今日はネルさんのね、はい、マットレスでね、はい、この睡眠の大事さっていうのはね、いやーもう本当に僕マサさんの隣でさっき一緒に横になったじゃないですか、うん、マジですけど本当にちょっとドキドキしました俺もまさかキイちゃんと寝る日が来るとは、いい思い出ですよ。いやいや本当にありがとうございます。今日はですね、キイちゃんにね、キイちゃんと美味しいお肉を食べながら、ありがとうございます、いい、ありがとうございます、ということでキイちゃんこれからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、またさよなら。ありがとうございました。めちゃくちゃいいです。僕こっち側なんですよああなるほど、マジっすかこれマジですすっごい、ちょっと、ま、前から行く時の膝からのハイリスめちゃくちゃいいっすよ。僕行っていいっすかこれ